海外の人気投票サイトが何かおかしいと話題です。人気タイトルが多く放送されている今期の春アニメ、様々な作品が話題を集めているため、ネット民からも今のところ切るアニメがない、ここまで豊作な木も珍しいのではなおと言われていますね。海外でもアニメの人気投票がかなり盛り上がっており、山田は今期のベストガールだよとか、結婚しようルビーなどと日本人と同じようなはしゃぎ方をしていました。こちらのサイトでは男性部門、女性部門、アップル部門と分かれてそれぞれに対して投票するというシステムなのですが、女性部門の候補者が現在話題になっています。はい、こちらの画像、スレッタ、シュチュ先輩、トフィー、ペルシーと可愛らしいキャラの並びに、なんとエアリアルが堂々と入っているんですよね。これには海外に行きもエアリアル女の子で入ってんじゃん、やってんなこのサイト、なおと突っ込んでいました。本編を見ている方はご存知だと思いますが、確かに性別をつけろと言われたら女性となるので、中にはエアリアルは最高の女の子だ、彼女はハローキティのようなものです、なおと言ってる方もいましたね。こちら向こうではかなり面白がられており、ガンダムエアリアルが女性キャラ投票に入っているからトップ10にガンダム入れようぜと言って投票を促している人もいて、それに対してやっといたぞ、スレッタ、ミオリネ、エアリアルでトップ3埋めようぜなおとノリノリな人も多くいました。今のところ推しの子のキャラが上位に並んでいますが、来週にはエアリアルがランクインしてくるかもしれませんね。余談ですが、こちらのサイトは他にもかなりふざけていて、例えば前回のランキングにて推しの子の顔役愛が1位を取った時に使われていた画像が、なぜか家のような白黒のフィルターをつけられていたんですよね。海外に来からはフィルターつけてんじゃねえ、行かれてんなこいつらなおと当然怒られていました。推しの子ももちろん海外で大人気なので、今回のランキングでも我らが重曹ちゃんが1位をぶん取っていましたね。海外に来はリプランで大喜びをしていたり、いや本当に天才子役だよな、俺なんて小さい頃から今まで重曹を一粒たりとも舐めたことがないもん、重曹があれば天才になれるかもなおとエッチの効いた皮肉を放っている方もいました。海外に来も大概ですね。さて、このように向こうでは盛り上がっている人気投票、男性部門1位はやはりグエル君が取っていましたね。他キャラは大体主人公がランクインしている中で堂々の人気を誇っています。海外にもアイラブボブとド直球で告白したり、落ち込んだ時のグエルは最高だよなおと曇らせの概念を理解しつつある方もいました。グエルは日本でも人気が凄まじく、アニメに出演していなくてもトレンドに入ったり、アニメを見た後にネトミンがこれグエル主人公だろう、これグエルじゃなかったら絶対に負けているなおと一斉に呟いたせいでこれグエルがトレンドに入ったり、作中でハサミとバリカンを貸してくれと言っただけでハサミとバリカンがトレンドに入るなど、もう前代未聞と言ってもいいくらいファンの多いキャラとなっています。一期の頃はグエルの乗っている機体ナリル・バルデを彗星の魔女一番のヒロインとして売ってしまうテンポがあるなど、ヒロイン扱いされていたグエルですが、現在は完全に主人公になっておりますね。僕も大好きです。人気作と呼ぶにふさわしい作品が多い今期のアニメ、実は放送前はそこまでマークされていなかったスキローが海外でも評価され始めて、人気キャラのランキングでも実にが一気に3位にまで上昇するなど、毎週どのキャラが1位になるかわからないくらい豊作なシーズンですね。ちなみにネット民から恐れられているイカレオーバさんことプロスペラも女性キャラとして出馬しているので、皆さんもぜひ投票してみてください。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。